皆さんおはようございます。私が磯田康夫71になりましたね。はい、66歳の時に外国大学行きまして、69歳で研究合格、それからこの動画作っております。まあね、いろんな企画やってますけどね、どなたでも自由にこう無料で参加してくることはできますので、まあ一回お越しくださいということですよね。はい、まあ、詳しいことはね、メルマガを取っていただいて、この動画登録していただきましたら、こちらから連絡を送りますのでということです。今日は何の話ということなんですけども、まあ、こんなのかな。まあね、私が学校で英語を習った時に先生から、英語っていうのはね、ズバリ書くんやと、ね、ズバリ言うんやと、なんかこう、奥歯に物が詰まったような言い方したらあかんとか、正確にピチッと言いなさいという、そういうふうにして教えられたんですよね。だけれどもね、やっぱり英語人だってね、言いたくないことってあるわけなんですよ。あるいは、なんかちょっとこう、言いにくいことってね、そういう場合はやっぱり、それなりにごまかして言う方法っていうのはちゃんとあるわけですね。で、あるいは、まあ、人間関係でもね、ちょっとごまするなあかんという時には、ごまをするような英語っていうのはちゃんとあるわけなんですよね。それはまあ、どこの国行っても同じことですよね。誰しも、そういう事態になるわけですから、それ用の言葉っていうのはちゃんとあります。で、英語だからって言って何もかも全部ズバ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 、いやいいという、そういうもんじゃないですよね。そんなことすると、ちょっと嫌われちゃいますよね。はい。嫌われますね。で、まあ、今日、ニューヨークタイムズ読んでましたら、ちょうど学校にそういうような割といいどう言いますか、サンプルというか出てましたんでね、ちょっと紹介したいなと思います。まあ一応教科書なんですよね。アメリカの合衆国の教科書なんですけども、まあ歴史の充実の部分なんですけども、特にね、合衆国の場合、いわゆる黒人問題というちょっとまあ触れられたくないような、歴史のが存在しますよね。で、まあそれをどういうふうにうまくこう英語で表現するかということで、まあその例一つ取ってありますので、ぜひ見てほしいんですけども、まあいうことでちょっと見ていただけますか。これがね、今日のニューヨークタイムズに載ってた記事なんですけど、この、ロサ・パークさんっていう方ですよね。この方ですね。この方が有名な事件を起こしたと言いますか、公民権運動の発端を作った方なんですよね。この方がここに書いてありますよね。1955年にまあ、法を破ったとこうなってますよね。パークス broke the law。で、彼女の言った In her city, the law said African Americans had to give up their seats on the bus if a white person wanted to sit down. She would not give up her seat. The police came and took her to jail.こうなってますよね。これはもう非常に率直に書かれてますよね。まあ一応ね、南北戦争が終結して一応黒人奴隷というのは解放されて、まあ、黒人奴隷というのは一応形式上なくなったんですけども、その後いわゆる差別的法律というのはずっとそのまま残ってたんですよね。いつまで残ってたかというと、この方が始めた1955年から公民権運動というのはこの事件をきっかけに広がっていって、やがて大きな運動になって、さまざまな差別的な法律がなくなっていったわけですね。で、それまでは例えば、黒人と白人が結婚してはいけないとか、ここへ黒人は入ってきてはいけないとか、あるいは黒人は陪審にはなれないとか、そういう法律がたくさんあったんですね。で、それらが、どんどんなくなっていった、このきっかけを作ったのがこの、ローサ・パークさんなんですよね。これ彼女が、まあ、バスに乗ったところ、この人の町ではそのバスね、黒人そこ座っちゃいけないよと、白人が来たら抜けなさいって言われて、いやここにいるんだって言って主張したために逮捕されて捕まって、それから、まあ、事件が起こって多くの人の共感を生んで、公民権運動というのが始まったわけですよね。それを歴史的充実なんですよね。今から約70年前に起こった事件なんですけど、でこれが教科書に載ってるこの左側の方を見ていただきたいんです。こっち側ですよね。こっち側になってきますと、こうなってますよね。ローサ・パークス showed courage
One day, she on the bus, she was told to move to a different seat because of the color of her skin. まあ、ここでははっきりまあ、彼女の肌の色が問題なんだと、こう書かれてますよね。She didn't want to, she believed was white ということで動かなかったで。で、この右側、ね、こっち側ですよね。こっち側になってきますと、もうかなり、ソフトムードになってきまして、ね、Rosa Parks showed courage.One day she rode the bus. She was told to move to a different seat. She didn't. She did what she believed was right. もうここでは、なんで、この席を脱げって言われたのか、もうそれすらわからない。いや、もうそもそもここではもう肌の色とか黒人問題とか人種差別と、もうそれも何もわからなくなってしまってますよね。まあ、すごい書き方ですよね。まあ、ここまで、事実、こうなってみたらもうちょっといくらでも事実から離れてしまいますよね。まあ、そういうことで、まあ今は教科書どういうふうに変わっていってるんでしょうか。まあ、ここが一番率直な書き方ですよね。まあ、事実を率直に書いてあるということで、やはり事実を率直に書かれるとちょっと嫌な人たちが多いので、まあ、こういうソフトムードに変えた場合はこういうふうになっていくという、まあ、一つの例なんですよね。まあ、いうことです。まあ、こういうことでね、鍵がやられてるわけですよね。まあ、なかなか、やっぱりね、いろいろ政治的な問題があって、やっぱり苦情が来るみたいですね。こういう書き方をすると。だから、率直に書いて、いくということなんでしょうね。なかなかね、歴史の場合は、見方によっていろんな見方ができますので、ね、それにしても、やっぱり事実は率直に書いた方がいいというふうに私は思いますよね。で、まあ、それをどういうふうに捉えるかは、まあ、各自の自由なんだけれども、やっぱり、ところがその事実をね、事実として率直に書くというのはどういうことなのかという、その辺もね、ちょっと考えさせられる素材だったので、これをちょっと取り上げてみました。ということで、まあ、皆さんもね、いろんなものを読まれるときにさまざまな見方があるということで、まあ、そういうことを考えながら英語の表現というのを見ていきますとね、やっぱりこうもっとこう豊かな、まあ、ごまかす表現を覚えちゃいかんよね。いや、そういうのはちょっと道徳的ではないですよね。まあ、とはいえ何でもかんでもあからさまに言えばいいというわけじゃないですよね。やっぱりそれなりの礼儀ってのがいりますからね。そういうふうに思いますね。まあ、それがね、なかなか難しい問題ですよね、黒人問題の。まあ、私にはもう一つそういう雰囲気が分からないですけどね、そういう国に生まれ育ってないのでね、まあ、そっちの国の問題なんで、まあ、まあ、時間のかかる問題ですけども、まあ、解決に向かって頑張ってくださいということで、今日は終わります。